エニグマ変奏曲、エニグマ変奏曲、または謎の変奏曲、作品36は、エドワード・エルガーが作曲した、還元楽のための変奏曲である。エニグマ変奏曲というタイトルは通称であり、正式名を、独奏主題による変奏曲、ベリ・シャンズ・オン・アン、オリジナルテーマ法オーケストラという、出版に際して、エニグマ、イネグマを復帰することを、 エルガーも認めた。1898年から1899年にかけて作曲され、1899年7月19日にロンドンのセントジェームズホールでハンス・リヒターの指揮により初演された。この作品の成功によってエルガーの名前は世界的に知られるようになった。エニグマ変奏曲の作曲のきっかけは、1898年のある日、 教職活動にあぐねたエルガーが、ピアノに向かって、物思いにふけっていた時にあるという、即興的な旋律の一つが妻キャロライン・アリスの、注意を引き、気に入ったのでもう一度繰り返して弾いてほしいと頼まれた。エルガーは妻を喜ばせるために、その主題に基づいて、即興的に変装を弾き始め、各変装を友人たちの音楽的肖像とした。これを還元楽曲に膨らませたものが、 エニグマ変奏曲と言われている。愛の挨拶、行進曲、イフ堂々第1番、第4番やチェロ競争曲補短長と並んで、エルガーの代表作品の一つであり、還元楽のために作曲された単独の変奏曲のうちでは、ブラームスのハイドンの主題による変奏曲や、ラフマニノフのパガニーニの主題による教師曲と並んで重要でもある。なお、 この変奏曲は、管弦楽曲として知られるが、エルガー自身によるピアノ独奏版もある。エニグマとはギリシア語で、謎謎、謎かけ、謎解きといった意味である。この変奏曲には二つのエニグマが込められているという。第一のエニグマは、この変奏曲は、主題とは別の、作品中に現れない謎の主題も使われているという、エルガーの発言に基づいている。ストコフスキーは、 作曲者が自身に語った言葉として、この曲の主題にはエロティックな意味が隠されているとも証言している。謎の主題の意味を戦立であると解釈するなら、この謎は今も解けてはいない。第二のエニグマは、各変装につけられたイニシャルや略称などの該当人物であり、謎解きはすでにほぼ完了している。各変装は、親しい友人たちへの真心のこもった肖像画となっており、 この変装曲は作品中に描かれた友人たちに検定されている。エルガーはピアノロールに記録したピアノ版のエニグマ変装曲に簡単な解説を寄せている。その解説には全ての変装の基盤となっている。もう一つの聞き取ることのできない主題が存在いると記述している。本人曰くエルガーは隠された主題がそれ自体。 有名な旋律の変装であるともほのめかしている。仮説はいろいろ立ったものの、完全に合点がつくような謎解きはいまだに一つも出されていない。英国国歌、国王陛下万歳とする説、スコットランド民謡、オールド、ラングサイン、ホタルの光であるとする説、エニグマ変装曲の初演コンサートで一緒に演奏された、モーツァルトの響き曲第38番、プラハがそうだとする説、 などである。今日有力な仮説は、ルールブリタニアの歌詞、ネバー、ネバー、ネバーに該当する部分であるとする説である。その学区は、主題の最初の語音にはっきりと聞き取れるし、エルが自身の記述にも、それをほのめかすような言葉、とりわけ、各的本主題は、以下の、決して、ない、ネバーを繰り返すくだりが見受けられるからである。前述の通り、 該当人物はほぼ特定されている。ただし、第十三変装ののみが依然未解明のままである、後日、演奏時間はおおよそ三十分前後である。二部形式による主題に十四の変装が続く。変装は主題の旋律戦や火星、リズム的要素から飛躍し、最終変装は大団円を作り出す。エルガーは各変装の譜面に、 あたかも副題であるかのように、下記のような頭文字や愛称を記入した。これが作品中に描かれた友人たちが誰であるのかを解く手がかりとなった。当時の肖像画の場合に同じく、エルガーの音楽的肖像は対象を二つの水準によって描き出している。各学章は対象の人となりについての全般的な印象を伝えている。しかも楽章の大半は、 個々人の目立った特徴や出来事にも触れているのである。レラティブ C、クレフトレブルタイム四、四テンポアンダンテ四イコール六十三キー、g m r 四レガート、E ソステヌートベス八 p モールドエスプレス、g c 四 r d a 八 c r 四ベス八 d g 四 r p p f A8 ベス r 四 r 八クレスク、g d 四 S R, S, A, 8, G, b ー B, 4, スコアレラティブ C, クレフトレブルキー G マイナータイム 4, 4テンポ L, E, ステソテンポ4イコール 63R4F, ラジアメンテエスプレスタイムズ 2, 3, D8C4C8R8, スコアレラティブ C, クレフトレブルキー G マイナータイム 3, 8テンポアレグロ R16 グラム P, スタク D, ギスシス a, c, a, b s g, s, c, s d, スコアレラティブ C, クレフアルトタイム3、2キー C メジャーテンポアンダンチナンバー2イコール48グラム、pc, e2, エスプレス r8, スコアレラティブ C, クレフトレブルタイム3、4キー C メジャーテンポアレグレット4イコール 80r4r432、 ppr 32r8d アクセント bg 32r 32r8 gdb 16 f i s db f i s db e db スコアレラティブ c クレフトレブルタイム3 4記事メジャーテンポモデラート4イコール 76r4 ソロ rc アイス4アイス8スコア本作の中でも第9変装は 前述のように単独で演奏されることが多く、独立させた編曲も多い。イギリスでは11月11日のリメンバランス、デーにおいて、戦没者追悼記念碑の前で戦没者を追悼するために、王立軍楽隊によって必ず演奏される。これは、グスターブ・ホルストのコラール、我は何時に誓う、我が祖国よと同様の扱いである。しかし本作は、愛国主義。 追悼といった意図はない。このように作者の意図によらず早々、追悼の場面に使用されることから、イギリスの音楽家、ビル・マクグフィンは、ニムロットをアメリカにおるバーバーの、減楽のためのアダージョになぞらえている。2012年ドンドンオリンピックの開会式に、際しても、イザムバード・キングダム・ブルネルが、テンペストの一節を漏洩する場面で、BGM として使用された。 ギリシャ国立管弦楽団が廃止になった時に最後に演奏された曲もニムロットであった。1995年ののヒット曲、1999年に映画マトリックスに利用のピアノパートはエニグマ変奏曲の第1変奏から第12変奏までに基づいている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。